い、それでは11月12日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。計画表を作成して毎日、実行できていますでしょうか？1週間ほど前にもお伝えしたと思うんですけれども、独学だとなかなか計画を作成して実行、これできない方が多いんですね。で、宅建の勉強っていうのは別に義務じゃないんですよ。仕事とかだともう半分義務みたいな感じですよね。仕事行かないと、生活できなくなっちゃうので、まあほぼ義務に近いかなと思うんですけれども、宅建の勉強って、まあ別に勉強しなかったとしても、まあ生きていくことは可能なんですよね。なので、なかなか続けるのっていうのは難しいんですよ。実際仕事や家事、育児で忙しいために結果的に勉強できない。まあこういった方がもうほとんどなんですね。ただこれだとですね、もう合格はやっぱできないんですよ。もし勉強はやりたいけど忙しいことを理由に勉強ができていないというのであれば、ぜひですね、個別指導ご検討いただければと思います。個別指導では私が計画を作成したり修正などして計画管理を行っています。計画管理っていうのは1週間に1度勉強ができているかどうかの確認を行って、もし勉強ができていないというのであれば、じゃあどうすれば勉強を続けるようになるのか、ここまでアドバイスさせていただいております。まあ、お客さんとやり取りしながら勉強を続けるようにするにはどうやったらいいのかっていうのを、まあ、一緒に考えていくっていう感じですね。なんで、ぜひ勉強を続けることができないという方は、個別指導ご検討いただければと思います。で、個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。それでは問1、代理ですね。A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結した。C は A を B の代理人と信じていたが、B はこの売買契約について A に代理権を与える旨の表示をした事実はなく、また A は B に対して何らの代理権も有していなかった。この場合、売買契約は有効に成立しているが、B は売買契約を取り消すことができる、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。問題文の中に A に代理権を与える旨を表示した事実はない。また、A は B に対して何らの代理権も有していなかったと書いてありますね。つまり、これ簡単に言うと A は無権代理人だということなんですよ。無権代理による契約っていうのは有効に成立しているとはならないんですね。したがって、×です。この有効に成立している、この部分が誤りだということですね。で、このあたりはもうきっちりですね、これ問題文を理解するということが重要なので、ちゃんと A は誰なのか、B は誰なのか、C は誰なのかっていうのを、まあ、図を書きながらですね、読み進めていくのがいいと思います。まあ、今回で言うと、A は B の代理人なので、A が代理人で、B が本人ですね。で、C が相手方というような関係性になります。では問2です。不正手段により、免許を受けた者は、300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの刑科に処せられる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。不正手段により免許を受けた者、無免許で宅建業を営んだ者、名義貸しをした者、業務停止処分に違反した者、まあ、この4つに該当する者っていうのは300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこの刑科、この刑科っていうのはどっちも受けるってことですね。このどっちも処せられます。したがって答えは丸です。で、ちなみに、もし、宅建業者法人だった場合っていうのは、1億円以下の罰金になりますので、まあ、この点もですね、合わせて覚えておきましょう。で、問3です。市街各域内の耕地、面積3000平米を購入する契約を締結したものが、その契約締結の1ヶ月後に、耕地と一段の土地である市街各域内の大土、これ4000平米です。これを購入することとしている場合においては、高知の事後届では、お土の契約締結後に、お土の事後届でと合わせて行うことができる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。市街各域内の高知、まあ、3000平米の高知を取得して、その1ヶ月後に一段の土地となるお土を取得すると。まあ、こういった場合なんですよね。で、本門は高知を購入した時点で、事後届での面積要件、2000平米以上、これ達していますよね。これ以上です。したがって、この耕地を取得した日から2週間以内に事後届をしなければなりません。で、今回問題文では、この耕地の事後届っていうのを、お土の契約締結後に、お土の事後届と合わせて行うことができるってなっているので誤りなんですね。
コーチの事後届では、コーチを契約してから2週間以内に届出をしなければいけないっていうのが正しいです。これも基本的なルール使えば答え導けると思いますので、絶対得点できるようにしておきましょう。宅建試験は理解できれば合格できます。理解せずに勉強し続けたとしても、なかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。具体例を使ったり、イメージしたり、理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってるのか分かんないな、実力が上がってる実感がないな。もしそう思われているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では理解学習を行って、一段一段実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。